悪魔的な一言。はい、じゃあ川村さん、悪魔的な一言ですね。わかりました、言いたいと思います。浮気したら魔女の鍋の中に入れてグツグツ煮込んでやるからな。はい、ということで、はいはい。恥ずかしい、無理無理、待って、本当に面白い。ありがとうございます。恥ずかしい、ありがとうございます。はい、そんな感じです。ありがとうございました。じゃあ、はい、今日もね、怖かろ、めっちゃ怖かろ、みんな今来たら終わり。終わるよ、もうバカ。そう、ちょっと悪魔的で一言も言えたのでね、皆さん浮気されたら魔女のお鍋の中にいられてグツグツ煮込まれちゃうので、はい、怖いのでね、もう脱出方法はゼロなので気をつけてください。